皆さんこんにちは、こんばんは。今回はプレミアムセボンスタームーンクリスタル、このプレセボンのねセーラームーンの第2弾が発売されたので、今回は5つ買ってきました。でね、絵がね、このクリスタルの絵なんだけど、また変わったじゃない。で、この絵にな、最新の絵になってます。で、この35周年のセボンスターとセーラームーンがコラボってことでね、今回は今回はセーラームーンとセーラーチビムーン、あとはセーラーブルートとプリンセスセレニティのカラバリエーションがあって、全部で10種で4パターンなんで、全部で40種あるってことだね。すごい数だね、40で。こんな感じのデザインになってます。すごい可愛い。今回 もうプレミアムセボンスターって もうねセーラームーンじゃなくてもすごい可愛いから、どれが出ても嬉しいんだけど、一番の狙いはやっぱり時空の鍵かな。このデザインがすごい素敵だと思うんだよね。じゃあ早速開けようか。何が入ってるかな、すごい楽しみなんだよね。はい、じゃあ一つ目。ちなみに中にはいつもセボンスターってチョコが入ってるんだけど、これはねラムネが入ってます。ラムネは結構好き。ラムネ、こんなのが入ってます。一つ目はなんだろうね。せーの、じゃん。お、これね、黄色、プリンセスセレニティだね、黄色は。もうすごい色合いが可愛い。このね、うさぎ、このうさぎ、うさぎちゃんのうさぎだね、これすごい可愛い。これちょっと反射しちゃうからこっちに向けられないな。このすごい可愛いの、アイスになってて、うさぎちゃんのうさぎがこういて、可愛いな、デザインがすっごい可愛い。ちなみにこれね、はい、じゃあ2つ目です。2つ目、あ、なんか見えてる。 見えなかったことにするあ、見えてるダメだ、見えちゃった。もう残念だ、見えてしまった。あの入れ方あれだね、普通にいろんな入れ方で入ってるんだ。開けてすぐ見えちゃうのはちょっと楽しみがない。このリボンのデザインだ。これはセーラーブルートだ。セーラーブルートのこのカラー、すごいいいね、この落ち着いた感じ。はい、2つ目はセーラーブルートの、これはなんつうの、セーラーリボンだって。このアイスのはウサギのアイスっていう名前がついてるらしい。じゃあ3つ目、時空の鍵出ないね。あ、これも分かっちゃう。あ、お、やった、時空の鍵。これ、あ、このカラーはあれだね、あのセーラーブルートだ。ブルートの時空の鍵、かわいい、やっぱりかわいいね。この大事にセーラームーンがまたいる、すごいいいね。3つ目は時空の鍵セーラーブルートバージョン。もう一番このカラーバリエーション、カラーで言うとこの感じ、セーラームーンのが一番可愛いかなと思うけど、あとはチビムーンの感じ、これがチビムーンのカラーかな。じゃあ4つ目、あ、4つ目、これ裏に入ってるの、裏になって入ってる、ゴールドだ。ってことはゴールドは多分セーラームーンかプリンセスセレニティなんじゃないかな。せーの、じゃーん。お、これ誰、セーラームーンのセーラーリボン、ん、違うな、プリンセスセレニティだ、黄色だから。わー、かわいい、揃った、この 2種。じゃあ最後だ、最後、色的にはこのプリンセスセレニティと今セーラーブルートの色しか出てないから、セーラームーンかチビムーン、どっちか出てほしいんだけどな。あ、これチェーンが
シルバーということはチビムーンかプルトなんじゃないかな。じゃあ最後いけます、せーの、じゃん。お、これはこれは何何、ちょっとチビムーンじゃない、チビムーンじゃない、これだもんね、これだもん。あ、違う、あ、違う、ここが紫なのはプルートなんだって。ちょっとね、この今これ見てんのよ、これ見ながらちょっと見て、この宝石のね、この部分が紫だとプルートだったわ。チビムーンはここがピンク、こっちピンクだね。わあ、まあでも嬉しいわ。これは何だろう、これはね、キューティームーンロットのやつだ。キューティームーンロットのセーラープルートバージョン。わあ、チビウサとセーラームーン欲しかったな、どうしよう。またどうしようかな、悩むな、また買うか。ということで今回はね、今回はこのセーラープルートがのカラーが3つね、でプリンセスセレニティのカラーが2種っていう結果でした。いやー、このねセーラームーンとチビムーンメインが出てない、メイン一番欲しいやつ、これピンクだから、このチビムーンのやつでしょきっと。あー、欲しかったな。また買ってくるかもしれないね。ということで今回はセーラームーンのプレミアムセボンスタームーンクリスタル開封5個してみたっていう動画でした。それではまたねー。